ナスディの大冒険 YouTube 版、無人島で2泊3日0円生活。無人島生活3日目、取れたのは全長150センチメートル、およそ60キロの小型のサメ。もっと大きなサメも狙いつつ、まずは後々調理しやすいように1時間半かけ丁寧に解体。ご覧の6個のブロックに切り分けた。さあここからナス D たった一人で取ったサメを丸ごと1匹全て美味しくきっちり骨まで食べきる。サメの歯型完成です。果たして何日かかるのか。そして骨まで一人で美味しく食べきった時、一体何を見るのか。これもうサメ生活今回やってみて、はい、どうでしたか。もう限界っすどぎつい修羅の門はこの時開いた。解体した取ったサメ肉の背中の身の皮を剥ぎ、柵にした後一口大に切り分け 2,3 分叩いたら、もう一遍これすり鉢ですります。するときに少しだけ塩一つまみぐらいで粘り気が出ます。何時間も料理してるけど全然しんどくない。続いて、はい出ました、玉ねぎ、人参、じゃがいも、ついに出ました、野菜持ち込みました。いや別に3日間何も食べずに耐えることなんか簡単できるんですよ。びっくりしました。ゼロ円じゃない。あ、ほんまや、無人島でゼロ円生活でした。変えようかな、無人島で生活にしようかな。これは確かにゼロ円ではないや。こうなんです。玉ねぎは丸ごと1個みじん切りにしておきました。玉ねぎ無人島生活で、いや、よく喋るな、そこ。卵あたりでじゃあおかしいと思ったでしょ。寝てた時のそんなことより、まずまな板切りにして、それを並べて千切りにして、千切りにしたものを真横にして、人参もみじん切りにします。サラダ油を引いて玉ねぎを炒めます。すり鉢で擦ったサメ肉を半分にして 150g ぐらいかな。そこに塩、胡椒、初登場、サメと胡椒合いそうだな。だいぶ粘りが出てきてるサメ肉に。はい、またしても初登場、パン粉出てきました。玉ねぎの方にパン粉加えます。驚きはまだまだここからですよ。はい、牛乳出ました、牛乳出ますその前にちょっと飲みます。甘い、なんか牛乳ちょっと入れます。ちょっと甘くなります。卵入れます。玉ねぎを炒めて粗熱を取ったら、パン粉、牛乳、卵を加えてよく混ぜます。それをもうすぐにサメ肉と合わせます。油ちょっと手につけます。種の空気を抜いたら火が通りやすいように真ん中にくぼみ作ります。サメ肉ですからね。卵も何個つくんだってぐらい作れちゃう。このくらい食べれる。牛乳で人参炒めます。粗熱取っとこう。そのグンって人参に寄ったら何や、いやだいいって、恥ずかしくやめてって。人参取るのやめてって、ないから、無人島に人参恥ずかしいからやめて。そういう意地悪すんの。しめじちゃいきます。これサメ肉ですか。美味しそう。で今ハンバーグをこれ焼いてる間にソース作ります。ソースは、はい出ました、大根120円です魚なんで和風のソースを使う。大根さっぱり、大根にポン酢かけます。こうやってで食べます。はい、美味しい。オーロラソース。サメ肉のハンバーグには2種類のソースを。黒ヘリメジロザメのハンバーグ、オーロラソースがけ、大根おろし、ポン酢がけです。ポン酢はまだかけてないんで、ここ置いときましょう。ミツカンの回し物と思われる。やめとこ、後で面倒くさいことも言われる。トマルくん、コンプライアンス担当にカイさんと一緒に。トマルくん、あれミツカンダメならモザイク入れて。あれダメだよ、あれあんなことしちゃ他の番組に示しがつかないから。あんなとこミツカン置いちゃ、オスのシェアミツカンって8割だよ日本。お酢置いちゃった時点でもうミツカンなんだから。ダメだよそんなことしちゃ。たまるくん、健康診断受けなくちゃ。君だけだよ、制作一部で受けてるの君だけなんだから。お願いしますよ、たまるくん。
さっきのハンバーグのタネに人参を炒めたものを混ぜます。できたサメ肉のタネは180度の油で 2,3 分揚げる。美味しそうでしょ。美味しいですね。揚がりました。美味しいと思う。これは作っていたのはサメのすり身のフライ、シャークボールです。で、醤油入れます。酒入れます。みりん入れます。生姜入れます。ちょっと水溶き片栗粉入れます。これにシャークボール入れます。で、絡めます。だってタレ美味しくてサメも美味しいからもう美味しいの欠点なんですよ。シャークボールです。出来たてをパクリもう完全にミートボールです。サメどっか行った。美味しいな。もう一個行こう。味見うまい。もう一個行こうか。ちょっとそもそもちょっと鶏肉っぽさもあるんですよ。もうちょっと叩きますね。サメ肉これはもうすり鉢ですらないんで、サメの食感をちょっと、さすがにミートボールで完全にサメいなくなったんで嬉しい悲鳴ですよ。これは今日サメ肉はもう完全に変わってきたんですよ。じゃがいも茹でます。ちょっと塩入ってる。茹で人参と玉ねぎを炒めます。サメ肉を炒めちゃいます。ひき肉みたいな感じで叩いただけのサメ肉なんでちょっとそぼろっぽいんです。ほんとお肉みたいなんだな。魚っていうよりミンチ肉。うん、いやだ言ってるでしょ、ミンチ肉みたいだなってすごい大きな独り言で。そこに先ほど炒めた玉ねぎと人参を加え塩コショウを振り、ちょっと風味付けで濃い口醤油入れます。うわあ、もうすでに美味しそう。これも一口。うまっ。うわ、なんだろう、もう魚じゃないです。完全に食感はプリッとした鶏肉に近いですね。何もないのに食べたらサメって思わず鶏って言います。じゃがいも出して潰します。じゃがいも心細いぐらい少ないな。じゃがいも3個買えばよかった。3個入りで158円で1個48円だったんで、ケチって1個しか買わなかった。ミスった昨日までだったらこういう料理したらじゃがいもとかでどうやってサメの味をごまかそうって思ってたんですけど、今はどうやってサメの味を少しでも美味しくしながら出そうかってちょっと考え始めてますよね。なんかこちらも180度の油で 2,3 分揚げれば、黒ヘリメジロザメのコロッケ。わあ、もう本当に美味しい。牛肉のコロッケあるじゃないですか、あれくらいです。主婦が作ったぐらいにはなってるかな。主婦すごいからなここで撮影スタッフにもお裾分け。どれ食べてみる。美味しいでしょ。美味しいでしょ。これなんか何もない方がうまい。ここは、うん、何もかけない方が美味しいです。ここは言われました。もうこれ以上は使うのやめてくれって調味料かけますよ。だからサメってどんな食材とも合うのかもな。癖がなくてちょっと甘みがあって粘り気がある肉なんで、どんな食材と合わせてどんな料理にしても刺身美味しいんで、もうごまドレッシング調味料からドレッシングに変化したんですよ。余ったサメひき肉に片栗粉を入れ、サメ肉の求道者になりつつある。サメ肉どうやって食べれば美味しいかずっと追求して、結果そもそもサメ肉が逆に美味しくなってきた。ちょっとなんか臭いなと思ったら頭のバンドでしょ、使ってきたんでしょうね。ナイロンだ。そうなんですか。春巻きの皮、春巻きの皮ですけど、もう聞かれなきゃ何も言わず進めるとこだった今。春巻きの皮はここ三角形を手前お腹側に置きましょう。サメそぼろ肉を春巻きの皮に乗せ、手前両端の順に丁寧にやろう。サメってこの人生を丁寧にやっていこう。全部親父にも電話しよう母親に。水溶き片栗粉が接着剤代わりです。皮をパリパリにするためしっかり揚げる。こんだけ美味しいとサメにすごい感謝の気持ちがつふっと湧いてきちゃった。こうやってテレビで美味しいんだサメってって紹介するの複雑ですよね。それによって取る人が増えるかもしれないから、感謝の気持ちがあるから全部食べるんじゃなくて、ちゃんと全部食べると感謝の気持ちが生まれるのかもしれない。たまにサインくださいって言われるんですよ。いくらでもあげるんですけど、前六本木で歩いて会社員が、あ、見てますとか言ってくれて、サイン書いてもらっていいですかって言われたんです。サインとかないから、じゃあちょっと絵描きますとか言って手帳に絵を描き始めて、座り込んで2人で会社員40分絵描いてました。すごいっすねすごいっすねって言いながら、その人会社のタオルくれました。名刺交換して、で携帯バッチリ載ってるんですよ。メールも誰もかけてこないですえ、なんで笑ったんですか。水槽みたいな音してる。なんでそんなこと言うんですか
もう意味が分かんないです知ってるけど金魚飼ってるやつでしょ。僕がちっちゃい頃金魚すくいはもう店の親父が引くぐらい取ってました。もう破けてんでって言われてました。もうそれ持つあのプラスチックのですくっちゃってるから僕手でパッて取ったりしてますから見てないなよし完成しましょう。サメの春巻き、クロヘリメジロザメの春巻きです。盛り付け作業に入ります。キッチンペーパーもく使いますか。三角形ずらしていきます。でこっちもずらします。綺麗に折ったキッチンペーパーの上には揚げ物を。ごまのコロッケ、オーラソースのコロッケ、さつま揚げです。わなんか運動会にも全部サメとは思えない。さらにここでレモン使います。丁寧に飾り付け。ああ綺麗、オードブンですな。ここでこだわりすぎる悪い癖が。できた。火の取った肝臓の油、肝油、ちょっと油が出てきてるのでちょっと足そう。結局1杯分ぐらいになった。ちょっと食べてみる。肝臓ちょっと食べてみる。油が出た後のサメの肝臓をいただくとすごい油っぽいです。でもレバー、さあ飯にしよう。グリルドシャーク、お刺身からいきます。うんうん、焼肉のユッケ風。これ数時間前に作ったと思えないもんね。さあその味は。うわおいしい。なんかメダイの刺身みたいな、ネトッとしてねっとりしてて粘り気があって甘みもある。で酸味はどっかに消えちまった。さつま揚げ、サメ肉のさつま揚げは。うわうん、ふかふかなんですよ。これ冷えた方が美味しいかも。さつま揚げ、ハンバーグ全く味見してないので食べてみましょう。ポン酢つけますから。あったかい時に食べたかったね。ハンバーグ、サメ肉のハンバーグ、これ美味しいわ。もう肉です。甘みのある鶏肉のハンバーグみたいな、淡白で甘いの。ハンバーグだ完全に。うん、1日経ってサメの酸っぱさはなくなったんで、あんなに酸味を嫌ってたのに美味しい。ポン酢がすごい合ってる。ポン酢にしたことによってサメ本来の味が分かるんですよ。でサメ本来の味ってのはよく分かってないんですけど、これがサメ本来の味だとすると肉なんですよ。こっち行ってみよう。オーロラソースのハンバーグ。ソースを変えたが、こちらは美味しい。これ焼きたてもっと美味しかったのハンバーグ。完全にセブンイレブンとかで売ってるサラダチキン、あのもっと柔らかいやつ、もっと柔らかくて甘みがある。でもサメなんです。サメボール、シャークボール、ミートじゃないんで。こちらもうん、はい美味しい。柔らかい鶏肉のミートボール、臭みも酸っぱさも何もない。オーラソースのコロッケ、ちょっと身は粗いまま残ってます。サメ肉のコロッケは、うん、うまっ。身が粗いんでサメの食感がそのまま残ってて、うん、でも柔らかいです。ごまだれのコロッケ、サメの、サメですよ。サメ肉とごまドレッシングの相性は、牛のコロッケと一緒。身が結構意外としっかりしてて、冷えてんのに普通に美味しいんですよ。じゃがいも全然サメが殺してないんですよ。まだパリパリってして、これさっき作ったばっかりの春巻き。揚げたてサメの春巻き、うん、うん、うん、1位出ちゃった。レモン絞って美味しいんじゃないかと思うんですよ。ここに来てまたしてもこだわりすぎるナスの悪い癖が。わあ、はい、うまい。もしかしたらできた順かもな。さつま揚げ食べた時は出来たてめちゃくちゃ美味しかったし、コロッケも試食って1個食べちゃってて、それも忘れてるんですよ。でもこんだけ料理ババっていっちゃうとちょっと忘れちゃうかもな、味って。なんかいっぱいある。ここで謎の使命感が。ちょっと牛乳飲もう。相当食べているが牛乳を飲み、ちょっとレモンかけて雰囲気変えてみようかな。うんうん、うまいな、うまい。うん、これ、さつま揚げもレモン絞ってない、味付けしないんで。あ、さつま揚げとレモン合う。春巻きは合ってるんですよ。なんでかっていうと、
肉ゴロゴロで大きめにやってるからサメの味がちゃんと分かって、サメ自体が美味しいからやっぱ美味しいんですよ。揚げは美味しいんでしょうね、サメは。その理由は肉感が増すんですよ。最後です。うん、こぼれたパン粉も綺麗に食べきり、夜中1時、およそ3時間かけこの日作った料理をすべて美味しく食べ尽くしたが、ちょっとさすがに無理かも。あとどれぐらい残ってるんですか、その辺は。ダメの実はあと、その忘れてたらほっといてくれたらいいのに。ダメの実があと半身丸ごとと皮が残ってます。延長します。その前にナス D にははっきりさせておかなければならないことが。前僕が皆様にお金を渡してるシーンを報道されましたけど、同じメンバーが来てますんで、今回あえて聞きましょう。延長しますけど、いくらでいいですか。別に そんなんいりませんよ。そんなんもう20万とかなっちゃうからかわいそうですよとか言うんだったらなしでもいいです。パワハラとか言われるの嫌なんで聞いておきます。どうですか、30分いくらでやります。延長6500円。ちょっと値上げしてるやんか。やりましょう。高い。ちょっと6500円、1時間13000円、ちょっと値上げしてるじゃないですか、うん、そうです。手谷さんどうですか。いや俺もこういうのもありです。いや俺もじゃなくていや僕はいいんです、僕はいいんです。僕はそんな延長しますけど、30分いくらでやります。8000円。なんでや。8000高すぎるもん。払えへん。8000は現実的じゃないです。だって8000って1万6000円ですよ。ということで延長料金は30分6500円に決定。とにかく1回グリードシャークサメフルコース完食しましょう。ダメでした。さあ作りましょう、料理しましょう。まだ半身残ってます。延長料金払います。高い延長料金払ってそんな料理続けましょう。ここでもうサメと添い寝して、サメだけにふかふかやとか言いながら明日朝起きて、さあ今日の朝はいい目覚めだなんて言わないですよ。うまいっすね。いやうまいっすねじゃなくてやりますと。ここでちょっとあれですかね、でもそれでもみんな延長したというちょっと疲れてるから寝ますか。なんかテレ朝にも苦情が来たりするんですけど、一人ブラック企業とか言ってなんか来たんですよ。最初にメールが払ってますから。こっちはもう1円も残業費なんか出てないですから。まあ、残業と思ってない。なんか休みで来てます。休みで来て仕事で来ている人に延長料金払ってんすよ。なんでねなダメなんですか。なんてね。2日目のサメ料理は酸っぱさがもう完全なくなって美味しくなってます。サメが一つ何点をあげれば、私思いましたのはあまりにも癖もなくで酸味が昨日あったじゃないですか。徹底的にこう味付けしたりしてごまかしてすりつぶしたりして料理した結果、サメの味っていうのがなくなってはいるんですよね。もうちょっとサメの味を追求するような料理をしていいかもしれないです。そっちのような気がしますね。なんか美味しいんです、普通に。サメって多分食材として今後絶対通用します。骨もないし食べる部分多いし、それで癖もなく美味しいし何にでも合うんで、これが2日目のサメの味なんでしょうね。じゃあ刺身やりましょう、今から。忙しくなるぞ。やばいな、また苦情のメール来るな。テレ朝にあんな下品な男を出すな。56歳男性からすごい抗議のメールが同じ人物から何度も来るんです。彼は死ななければいけない来たんですよ。眠いんですか今。何でやっちゃうんですか。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございま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 す。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。今なんかパーンって釣った瞬間思い出した。いなきゃ取れてなきゃまずかった。テレビ的にも。だからちゃんと心して全部美味しく料理しようとしてみる。この日は深夜までサメの調理を行い、作ったのは計10品。ちなみに現時点のサメの美味しい調理法ランキングはこちら。この日サメの酸味は消え、加工して美味しくはなったが、サメ本来の味が薄まった。
そんな状態のサメミンチを使用し、春巻きの皮で包んでサメの旨味を若干残したサメ春巻きがトップに躍り出た。そしてナス D が食べたのは全体の 35%。 これで残りは 65%。 果たして食べ尽くすのには一体何日かかるのか。そしてサメの美味しい食べ方は見つかるのか。さらに自腹で支払われる総合計延長料金はいくらになるのか。ナス D の無人島生活はまだまだ続く。皆様チャンネル登録お願いいたします。